職場に典型的なぶりっ子がいた。年上の契約社員、正社員である私の部下にあたる人。注意されると、もう、私ったら、とか言うわ。リアルに自分の頭をコツンするわ。私って、〇〇なんです。みたいな話し方だわで、正直、気持ち悪かった。これで30オーバーだから笑えない。AKB か何かのつもりだったのかもしれないけど、よくわからない。しかも、見た目も中身も、魔女の私を、あからさまに見下してくる。髪も染めない、ピアスも開けないなんて信じられない、本人なんらしく。男性経験がないから、男性の気持ちなんてわかんないでしょ。と、若い男性社員にベタベタしていた。男性社員から、助けてくれ、みたいな視線を感じた時は、何かしら用事を言いつけてたので、そのことでも、気に入らなかったらしく。しょっちゅうプギャーされた。30過ぎて、普通の商社に勤めてるのに、髪の毛が、ほとんど金に近い茶色、ピアス開けまくりの方が、信じられないと思うんだけど。なので、契約更新の時、バッサリ切らせてもらいました。私の部下なんだから、ある程度、私の判断で首切られるかどうか決まるのに、なんで、更新されると思ってたんだろう。あなたが部屋に来た時、私と上司が並んで座ってるのを見て、笑いそうになってたけど、なんだと思ったの？隣のデスクから、やたらとデコった鏡が出てきて、ぶりっ子さんの忘れ物？新しく来た社員さんが、困惑して相談してきたので、思い出した話でした。契約社員は、一人一人別室に呼び出されるようになってる上、ぶりっ子さんが、普段猫かぶってる上司の、以下上司 A、さらに上の上司 B が話すようになってるんだ。上の上司には洗いざらい話してあるし、他の社員にも聞いて、裏付けは取れてる。本来なら、上司 A が、上司 B の横に座るはずだったんだけど、どうせ、A の前じゃ、猫かぶるだろうからって、私が座ることになった。他の社員さんは、普通に更新される中、ぶりっ子さんの順番になって呼び出される。私も、ぶりっ子さんに続いて入ると、ぶりっ子さん、今にもプギャーしそうな顔。私は、そ知らぬふりして、上司 B の横に座る。あれ？って顔するぶりっ子さん。上司 B、淡々と契約打ち切りを説明。え？とぶりっ子も忘れて、唖然とするぶりっ子さん。今の今まで、更新されるものだと思っていたらしい。上司 B、理由は私さんが説明するから。と私に促す。ここぞとばかりに、あれやこれやと、ぶりっ子エピソードをあげる私。なんで、睡眠時間まで知ってる。プライバシーの侵害だ。と怒るぶりっ子さんに。ご自分で、昨日デコやってて3時間しか寝てないわ。とか言ってたじゃないですか。と冷たい目で返す私。三沢発言に、ちょっと笑う上司 B。高校生じゃないんだから。とにかく、ぶりっ子さんとは、もう仕事はできません。今までご苦労様でした。と精一杯上司ぶって最終通告して、ぶりっ子さんは、肩を落としながら出て行った。その後、周りに被害者っぽく言い回ってたけど、スルーされて、私が睨む中、ヴィレッジヴァンガード並みにカオスと化した机を、一人で片付けて出て行った。一ヶ月前に勧告の後、コピーとかしか仕事させられないので、書類とか作らせると、自分ルールで作ってきたりする。一ヶ月かけて机を片付けてもらって、出て行ってもらいました。いろんな人に、若い男性社員、いろんなものをプレゼントしていたらしく、ギリギリまで、いろんな部署から、辞めるんだ。悪いけどこれ返すわ。と、それこそ、ヴィレッジヴァンガードに売ってそうな雑貨が返されてました。ほんと、何しに来てたんだろう。それに、なんで、私をプギャーしといて、更新されると思ってたのか。魔女の私がクビになって、可愛い自分が、社員登用されるとでも思ってたのかな。上司 A は、ただでさえ嫌われてたのに、ぶりっ子さん B 期だったおかげで、
余計に女子社員から嫌われ、上司 B は契約社員をよこしてきた派遣会社に苦情を言ってた。おかげで今はまともな人が来てくれてありがたい限りです。